明日。45年ぶりやばい。ちょっと皆さん、ここから本題なんですけど、今マー君が営業取り行ってるんですけど、わざと行かしたんですよ。今からね、マー君にドッキリを仕掛けようと思ってまして。そうだね、全然聞いてない。これ偽のスプール、これマー君のガチのエアリティスプール、これに偽のスプールに今からナイフで傷をマー君の前でつけます。あいつのリアクションを楽しんでください。悪いな。自分のエアリティのスプールって思ってます。彼は持ってきましたよね。あ、そうなんだ。どうぞどうぞ。ここにマー君。まあちょっとね、マー君の買ってからそんな経ってないですよね。1月初めに買いましたね。買ってからそんな、まあ、6万円ぐらいするけんだ、このリール。結構高いですよね、まあハイエンド6万すってるですよね。で、いいリールなんで。でもちょっと傷がついてるんで、うん、今からせっかくなんでね、リペアしていこうと思います。思います。思います。わかりやすく傷もっとつけた方がいいわ。やかまし、触らない、ねうん、一緒のやつも取るからな、お前。一回ちょっとじゃあ傷つけ、やめろって。おまあジャスリでちゃんと治りますよ。ちょっと待って、ちょっと聞いてないんだけど。こいつ、いつからランボになってる。いや、ランボしか持ってないやろ。あのナイフ、ランボしか持ってないって聞いてるし。持ってない。完全に怒りのアフガンやった。ガッツッついてる。いや、どのくらいの力で振りほどかれたか。これ持っとっとランボしかないやろ。いつ使うことあって、これ。いやいや、どうして、なんどうしてなの、いやいや、まっガチなのよ。まあ、ヤスリでヤスリは治る。いや、ヤスリとかの方がここは削られとるだろ。でも、もう一回傷ついてたんで、ヤスリでヤスって言ったら、いやいやいや、元が…いや、え、待って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 、え、バカなの、バカなのね。ガッツリよ、もう。いや、もう見えんやろ。もう触ったらザザザザってなる。でも今のまま使って、ちょっと小傷があって使ってるより、あ、ちょっとイラッとしてきた顔は。いやいや、今からヤスリでヤスった方がラインにとってはこう、いいんですよ。コケと綺麗にはなるけど、この金は取れる。うん、金ごめんなさい。いや、だからなんでだからなんでそれをしたの、今。いやいや、待てと、えふっとると。これ、ほら、なんでそういうことするの。なんでそういうことしたの、今の。なんでわざわざナイフ持ってきたの。あたったこっちがマー君のでーす。涙目なったわ。いや、アホなのかと思ったもん。乱暴やったね。いや、乱暴。いや、振りほ…ブーンされた。めっちゃ怒っとんやんと思って。やっぱ気づかないもんですね。気づかんやろ、全然大きさ違うんすけどね。アホやな、お前ら。見とったな。悪かぞ、お前ら。もうリルラみんなしとったか。悪かな。軽く下の階段でちょっと滑って打ったてやけんね。その思いもあるぞ。よかったやん。用ないよ。良くはないよ、なんも。悪くもないでしょ。結果、悪くも別に良くも。悪わ欲はないと。皆さん、あの、今のドッキリ上手だったなと思ったら、今のうちチャンネル登録と高評価を押しとってくださいね。今度イカを締めるときはランボしようって言う。